エアトランスポートインターナショナル805便墜落事故は1992年2月15日にアメリカ合衆国で発生した航空事故である。シアトルタコマ国際空港からトレドエクスプレス空港へ向かっていたエアトランスポートインターナショナル805便が着陸復興中に墜落し乗員乗客4人全員が死亡した。事故機のダグラス DC-8 から63回は 1968年に製造番号45,923 38、383として製造された。旅客機として製造された同機は1968年8月16日にスカンジナビア航空へ納入された。その後、アイスランド航空、タイ国際航空、トランスオーシャン航空での運用を経て、貨物機に回収された後にバーリントンエアエクスプレスへ納入された。 事故当時、同期はエアトランスポートインターナショナルにリースされていた。事故機には4機のプラットホイット 2JT3D-79 が搭載されていた。1991年11月13日、事故機はトレドからロサンゼルスへ向かう貨物便として運航されていた際、離陸後に貨物ドアが開くという出来事に巻き込まれていた。幸いにも乗員3人は全員無事で、 機体を安全に着陸させることに成功した。この時の原因は、航空機関士がドアのロックの状態を適切に確認しなかったこととされた。また、ドアが完全に閉鎖されていなかったにもかかわらず、配線の損傷によりドアの開閉状態がご表示された。そのため機長と副操縦士はドアが閉鎖されていないことに気づかなかった。機長は59歳の男性だった。 総飛行時間は16,382時間で DC-8 では2,382時間の経験があった。副操縦士は37歳の男性だった。総飛行時間は5,082時間で DC-8 では3,135時間の経験があった。航空機関士は57歳の男性だった。総飛行時間は六百九十七時間で DC-8 では7697時間の経験があった。また、同期にはバッファロー航空のパイロット一人も登場していた。21時45分、805便はシアトルタコマ国際空港を帝国通りに離陸した。操縦していたのは副操縦士で、ケーキの監視などは機長が担当していた。 3時2分、管制官は滑走路07への ILS 着陸を許可した。コックピットボイスレコーダーには着陸許可を得た後に、パイロットたちがランディングチェックリストを実行する様子が記録されていた。しかしこの直後、機長は副操縦士にフラップが十分に展開されていないため、速度が遅すぎると発言した。機長は続けてローカライザーを捕捉できていないと言った。 805便の侵入は不安定で、グライドパスも下回っていた。3時13分、機長は着陸復興を宣言した。管制官は復興の理由について機長に尋ねた。これに対して機長は、ローカライザーに接近できなかった、最終侵入で適切な位置にいなかった、グライドパスは補足していたが、ローカライザーは補足していなかったと返答した。二度目の着陸侵入では、 ローカライザーは捕捉されており、3時21分に着陸が許可された。しかし2度目の侵入も不安定なものとなった。そのため、対地接近警報装置のグライドスロープと高加率の警報が作動した。3時24分、機長は副操縦士から操縦を引き継ぎ、着陸復興を開始した。3時25分、副操縦士は管制官に着陸復興を。 行っていることを報告した。管制官は3000フィートまで上昇し、左旋回を行うよう指示した。805便は80度近く傾いた状態で25度の機種上げを行いながら上昇し始めた。上昇中に機長は副操縦士に操縦を引き継いだ。副操縦士は機体を水平にしようとしたが、3時26分に805便は、 滑走路から4 8トル地点に墜落した。衝撃により搭乗者4人は即死した。機体の残骸は付近の民家の庭まで飛散し、これにより10人1人が負傷した。また、救助活動に当たった消防士12人が煙の吸引により病院へ搬送された。国家運輸安全委員会が事故調査を行った。 コックピットボイスレコーダーとフライトデータレコーダーは現場から回収され解析が行われた。当初、事故機で以前発生した貨物ドアの誤作動が805便でも発生したのではないかという仮説が立てられた。現場からは7つの貨物ドアの止め金が見つかった。このうち1つは衝撃によりラッチピンが抜け落ちていた。飛行中に貨物ドアが開いた場合 CVR には 騒音が記録される。しかし、805便の CVR には、そのような音声は録音されていなかった。また、警告灯が作動したという証拠も見つからなかったため、NTSB は、貨物ドアの誤作動は発生しなかったと結論付けた。NTSB は、姿勢指示器の故障についても検討した。現場からは、アギが一つ回収されたが、衝撃により、大きく損傷していた。 FDR の記録などから、副操縦士が行った、回復操作は適切であったことが分かった。このことから、NTSB は、少なくとも、副操縦士側のアディは正常に動作していたと、判断した。NTSB は報告書で、副操縦士の回復操作は機体を水平にし、機種を上げるという標準的な手順に従ったものだった。もし、 副操縦士がより積極的な操作を行っていれば、機体を姿勢を回復できた可能性がある。この時に必要だった操作は、機体の運用範囲内にあったと見られている。と述べた。また、パイロット間のクルーリソースマネジメントも適切なものではなかった。加えて、NTSB は、副操縦士が不安定な侵入を行った理由を特定できなかった。 1992年11月19日、NTSB は最終報告書を公表した。報告書では以下のことが推定原因とされた。事故原因として空間式失調に陥った機長が不適切な操縦を行ったこと、及びその後の状況認識や回復操作を素早く行えなかったことが考えられる。また、アデが故障しており、それが 事故に寄与した可能性もある。NTSB は、どの要因が事故を引き起こしたかや、事故の寄与したかを明確に判断することができなかった。また、機体の制御が失われた明確な時間も、特定できなかった。ありがとうございます。